はい、昨日初めて両親学級行ってきました。結構いっぱいね、同じぐらいの時期の人がいて楽しかったです。で、帰りにすごいお土産いっぱいもらいました。まずじゃーん、早速なんか洋服もらっちゃいました。開けちゃおうなんか無料なんですけど、すごいですね、こんな洋服までくれて。で、なんか前にコメントでトコちゃんベルトいいよって教えてくれた方いて、ちょうどそこであのはめることができる子なんていうんですか、あったんですだからつけさせてもらってつけてきました。買います。まだ今日は買ってこなかったんですけど絶対買います。なんか良さそう。意外なところにつけるんですね、結構下にね。びっくりしました。腰とかじゃないんですね。見て、ちっちゃい、ちかわいい、こんなちっちゃいの、あー超ちっちゃい、かわいい。いやー、なんかめちゃくちゃ楽しみになってきました。嬉しい。いい、これなんだろう、グリコ。毎日微鉄、鉄分ね大事だから。私、これ私用ですよねこの間なんだっけ、赤ちゃん本舗でもらった試供品、赤ちゃん用のなんかほうじ茶、私飲んじゃったけどこれは多分私用ですね。これは葉酸カルシウムプラスっていうのもらいました。試供品も入ってます。母乳パッドと哺乳瓶、洗うやつかな。なんかこうやって見るといろいろきっと買わなきゃいけないんですね。全然わかんない。みんないつぐらいから揃え始めるんだろう。あまり大きくなってからね、買いに行くのも大変ですもんね。はい、お赤ちゃんのお尻拭き、ミルフはベビーソープ、ベビー石鹸だそうです。すごい、赤ちゃんの石鹸入ってる。あ、クルッとぽい紙おむつ処理用ポリ袋、そういう、そんなんなんですね。あとはパンフレットかな。いろんなの載ってます。こんな感じ。かわいい、赤ちゃんのお風呂とかかわいいベビーベッドとかも買わなきゃですね。ちょっとお部屋も模様替えというかしないとです。で、今日の内容はなんか、まずは今日来てたお母さんたち、ママたち、だいたい6人グループぐらいになって自己紹介したり、
なんかちょっとクイズみたいな、クイズかな、なんかしたりして、その後まあ 4D エコーとか、マタニティスイミングとか、そういう宣伝ですね。して、あと最後歯医者さんの先生が来てお話ししてくれました。ね、3歳までがなんか金もう大変、もう忘れてるね、言ってましたで、次回は来ました、 4D エコー、月曜日朝9時から行ってきます。で、また来週おっぱい講座みたいななんかあるので、それもいつだったかな、水曜か木曜ぐらいに行ってきます。で、今月はあともう一回両親学級中期のやつ行ってきます。で、後期はもう30週以降とかなので、またもうちょっと先なので、まだですね。また来週行ったらまた1ヶ月後かな、ちょっと長いんでね、なかなか赤ちゃんのことで動画アップできないかもしれませんが、よかったらまた見てください。じゃあね、バイバーイ。